はい、皆さんこんにちは、横田慎一です。今回のゲストも、世界の、全米プロシニア2013年のチャンピオンの井戸木浩樹さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もう大変こう勉強になっております。いやいやいや、何を言ってるんですか。井戸木さんは師匠は、はい、どなた。まあ茨城カントリー出身のね、はい、前田利光っていう先生なんですけども、はいはいはい、僕はもう中学卒業して、はい、あくる日からそう、もう今美濃ゴルフに先生はいてるんですけども、はいはい、中学卒業式終わったもう次の日から美濃ゴルフへ、はい、入門っていうのか研修生として、はい、入れさせていただいて、はい、練習やりましたね。あ、そうですか。はい、でも中学もジュニアチャンピオン。そうですね。中学3年の時に、はい、日本ジュニアチャンピオン、はい、取って、はい、これちょっとうまくいけばプロゴルファーでやっていけるんじゃないかなという気持ちに変わったので、はいはい、まあやるならもう今からやろうと、はい、高校とかね、はい、行ってる時間もったいないなという気がしたので、はいはい、まあ明くる日から。はい、美濃ゴルフにお世話になることになりましたね。はい、そのやっぱり感性とかも吉田さんだとか、ごいろんな流派があるんです。そうですね。どんな教えだったんですか。前田さんはどんな教え。ああ、やはりまあドローボール打つとね、はい、怒られましたね。もう昔やっぱり距離欲しいじゃないですか。はい、ドローボールばっかり打ってたんですけど、はい、そんな正面球打つなと。正面玉。正面玉。はいはい、大丈夫ですか、言葉、はい、大丈夫です、はい、そんなボール打つなと言われて、はい、まあどっちか言うとこうスライス系のボールに変えて、いや打っていけって言われたんで、あ、まあスライスを、まあ、ずっと練習しましたね。あ、はい、あの時代は林芳郎さんもあれですよね、こうポケットにこれどんどんお金入るでしょと、目引いてはこれかぶせねえと、これスライス打たねえとこれ入ってこないからっていうこと言ってましたけど、やっぱりドローって危険なボールだった。そうですね。それとやっぱりどういうんですか、ドローボールっていうのはちょっと下からアッパーから入るじゃないですか、はい、たまに、はい、だから下にあるボールは昔のゴルフ場練習場なんかはもう芝生の上から打てなかったですからね、マットとかなかったですから、はい、土の上から全部打ってたんで。なるほど。だから上から叩かないと下からは打てないんで、はい、だから上から叩けでスライス出るように打てというふうにこう言われましたね。なるほど。だから井戸木さんのやっぱりフェアウェイのも少しこう上から入ってくる。そうですね、少しダウンブローに入ってくる、はい、感じですね。やっぱその名残、はい、はい、そうですね。ああ、でやっぱりこう僕今奥田さんにこうさってこうゆるゆるがすごいなんかちょっとハマってるんですけど、もう井戸木さんも真逆じゃないですか。いやいや、ね、はい、うちの師匠がね、はい、ほんとゆるゆるなんですよ。もうバックスイングから、はい、こっからもうここがもうブルンブルン、はい、ブルンとこう回りながら上がってこう溜めてきてパチッとこう、どこまでもゆるゆるの感じで、僕もそれを練習したらそれでいいからやっていけって言われてたんですけど、手首を痛めてしまって。あ、そうなんですね。手首だから柔らかくこうしなってこう使おうとすると手首がまた痛みが出るので、もうだからもうノーコックの状態でしか打てなくなって、こういう風になってるんですけど。井戸木さんってこうショートサムだから、ショートサム系の人ってこうグリップこう入るからコックできないですね。どっちにしてもコックは少ないですよね。そうですね、はい、モーノーマンとかもこうやってロングサムで逃げるから、ハンドアップだし、こうあれですもんね。そうですね、体の回転だけでやっていくような感じですね。その人に合ったこうグリップしてればやっぱりノーコック系か、やっぱこうロングサム系だとちょっとコック入る。そうですね、うん、なるほど。そうですか。横田さん、はい、ちょっとロングサムやね。あ、そうなんだ。僕は、ショートサムに憧れてたんですけど、もうちジュニアの頃はロングサムで、で、ある時も研修になって、フォースタンス理論を考えた廣戸宗一さんっていう人が、うん、横田プロは別にショートサムで握んなくていいよ、それロングサムでいいよって言ってくれて、それですごい僕は逆にロングサムで、この研修に直って。ああ、逆にね。ああ、おうおう。なんで、もう、広瀬さんのその一言でずっと患ってた、うん、研修が消えたんですよ。ああ、本当ですか。はい、やっぱり、人によっていろいろあるんですね。はい、うん、あるみたいですね。なんで、じゃちょっと、井戸木さんの
まあ、別の動画でスイングは拝見させていただいたんですけども、うん、あのちょっと曲がらない極意を実際のラウンドであの、はい、この頃よく曲がるんですけどねいやでもあのね、レギュラー時代はボールが糸巻きだったでしょ、はい、だからスライス打ったりフック打ったり、はいはい、結構こう自由にできたんですけど、はい、今のボールとクラブはあんま曲がらないですよね、うん、そうですよね。だからもうイメージはね、だからもう今はもうフェードのイメージを消して、はい、もうストレートのイメージでやっていくようにはしてるんですけどね、はい、うん、ちょっとやっぱり道具の進化でね、自分もちょっと進化していかないとついていけないなっていうところはあると思うんでね、うん、僕どうしてもなんかどっちかやりたくなっちゃうんですよね、こうなんかちょっと泥目、そう、糸巻きから入ってる人間はそういう風になるんですよね。そこのジレンマっていうのはもうなく、もう全部ストレートですか。そうですね、もうストレートで狙ってる方がこうどういうのかな、うーん、やりやすいいうのか、うん、こだわりすぎるとやっぱりなかなか逆に難しい部分もありますね、うん、じゃあちょっと早速この小野豊洋ゴルフラブ、はい、あのお邪魔してるんですけど、ここはもう試合も大会も、そうですね、関西オープン、はい、いろいろやって、はい、2022年からパナソニック、あ、パナソニックオープンも、あ、ちょっと予定されてる、ね、はい、予定してますね、ということでかなり名門コースを、はい、あのずっとこう所属です。そうですね、はい、もうだいぶお世話になってます、はい、ちょっとあの一緒にやらせていただいて、いやいやいや、もう横ちゃんとするのは久しぶりやね。そうですね何年ぶりかね、もうレギュラー新に入って僕も10年でしょ、はい、だからその前やから15、6年はなるんじゃないですか、ね、ああ、そうです ね、もう最後ツアー選手権で井戸木さんと回ったの覚えてて、ツアー選手権ね、はい、はい、上がらないな、いや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 、あそこは曲がるとアウトです。そうですね。僕はもう忙しくなっちゃうんで、それと。うん、ちょっと早速この小野豊洋の出だしのホールをちょっと攻めていきたいと思います。はい、こうまずこう、何を考えられるのかちょっと。やはりこう、パッと見ると、はい、右が見えないじゃないですか。ね、やっぱり左行きやすいっていう感じはあるんですけどね。はい、うん、でも打ってみると案外右広いので、あまり怖がらずに打っていけるかなっていうふうには思いますけどね。はい。はい、あとどんなことをこのどっちにティーアップするとか、まあ普通に真ん中当たって、ま、真ん中へ打つという、はい、シンプルな、はい、そうですね、感じです。昔だとちょっと右からちょっとフェード系でね、はい、行きたいなっていうイメージはあるんですけど、はい、今はまあシンプルに。ほぼストレートの感じでいけたらいいんじゃないかなって。フェードするときはこの右から。そうですね。ドローだとやっぱり左から、この木の右を通してこう返してくるイメージもいいんでしょうけどね。はい。はい、今もストレートで真ん中。そうですね。はい。じゃあちょっと早速、はい、言っていただいて。え、僕が先打っていいんですか。はい。あ、僕が先。え、本当ですか。はい。僕がどっちでいい。どっちでもいいですよ。はい、じゃあこれで。はい。はい。あ、じゃあ僕でした。わかりました。じゃあちょっと僕もあのですね。いろいろ最近奥田さんに教わって、うん、あのすごいゆるゆる教わって、すごいなんかいろいろ発見があって、やっぱ奥田さんすごい右向かれてるじゃないですか。あ、足だけね。足だけね。僕いや真似すると肩も右向かれて、おかしなことになっちゃって、でまあ伊沢さんにこの間ちょっともうちょい左向いた方がいいよって言われて、で左向いたらすごい良くなって、だその先僕こう今こう最新の理論とかもすごいいいんですけど。僕その先輩方に今教わるとすごい気づきと実際いいんですよ。おー、はい、なんでちょっと僕のなんか変なのちょっと指摘をお願いします。いや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 本当にすいません、なんか、はい、あればちょっとお願いします。はい、はい、じゃあちょっと早速、はい、分かりました。僕はじゃあちょっとなんかやっぱり右が見えないからなんとなく怖いのか分かんないですけど、ちょっとね、なんか右にティーアップしたくなっちゃいますね、うん、なんでか分かんないですけど、もうイメージがフェードなんですね。フェードなんですかね。なんかやっぱりフェアウェイのバンカーの先の左がちょっと広がってるんで、まあでもあれバンカー越えるの越えないのかな。いや多分越えると思いますよ。あ、そうですか。僕でギリギリですね、はい、ちょっとヒール球打つと入ってしまいような、ちょっとアゲンストなんでね。はい、ヨコちゃん越えると思いますよ。そうですか。じゃあちょっとまだウォーミングアップしてないんですけど、よし、おー、
さすが。ありがとうございます。パーフェクト。ありがとうございます。パーフェクト。ありがとうございます。うん、素晴らしい。これは参ったな。僕よりフェアウェイキープ高いんじゃないか。いやいやいや。まだ1ですから。1中の1、1で。あれ、T は斜めの。ちょっと斜め T でね。僕、パワーがないので、はい、なるべくこう倒してね、はいはい、インパクトの瞬間、抵抗がない。抵抗がないように。はいはいはい、これなんか蛍光で、なんかおしゃれですね。そうですね。はい、これちょっと契約させてもらってね、この T、すごい気に入ったんですよ。あ、そうなんですか。はい。なんか飛ぶような気がして、はいはい、飛ばないかもわからんけどね。いや、1ヤードでもやっぱり、ね、そう、そうなんですよ。大事なんですよね。はい。じゃあ打ってみましょう。はい、お願いします。かあ、もう綺麗にフェアウェイ止まんなかったですね。綺麗ですけど、横ちゃんに比べると30ぐらい置いていかれてるね。いやいやいや、そんなに、もうもうもうそんな、僕はまだ10年以上若いんで、11年若いですから。本当にね。こう、杉原さんとか、はい、山本義太さんとか、中村徹さんですか、一緒に行動されてたのは。そうですね。あと、前田晋作さん、ね。あ、前田晋作さん。はい、はい、はい。よく、まあ、オフなんかでも合宿ね。宮崎の方で。ああ。うん。2週間、3週間ぐらいは。あ、そうですか。フェニックスですか。フェニックスの方でね。フェニックスとか、フェニックス、同じフェニックスなんですけど、はい。フェニックス高原とかね、うん、あちこちのその辺でよくやらせてもらって、ずっと、うん、だいぶ勉強させてもらいました。ああ、そうですか。はい。この間中村徹さんのアプローチ見てもなんかちょっと結構僕気づきがあったんですよ、ね。本当。ああ、ちょっとフェース開き気味にして、こうちょっとこう飛び跳ねてこうヘッド走る。自分は今流行りの地面反力ですから。そうか。アプローチでやっぱり地面反力使って、こうやって打ったら、ヘッドボーンって走るなとか思ってですね。まあね、本当に、中村さんなんか、やっぱりライン乗るとアプローチでも、やっぱり、はい、チップインしますからね、よく。そうですね、うん。よくやられました。ああ、だからフックなのに、すっごいスピンが、ちょちょちょ。ああ。ね。はい。あのフェースのボールの乗せ方は、やっぱり、うん、なかなかできないですけど、はあ、うん、いっぱい見て勉強しようかなとは思いますね。そうですね、うん、なんか今最近の若手はもうちょっとシンプルすぎて、はあはあ、なんか真似しようにもなんかちょっとできないすごい綺麗なんですけど、まあ、ああいうなんかこう一味加える感じってなんか、うん、味付けがね、味付けがあるじゃないですか、うん、皆さ ん, なんかちょっと濃いめの味付けそうですね、だからなんか参考になるんですよね、先輩方見て。まあ本当に昔の人ほど個性のあるプロは多いね。ああ、今の選手の方がそんなにこう本当にシンプルにやってる感じはしますね。ああ、うん、そうですね。女子なんか特によく似たスイングばかり。そうですね。うん、でもそういう意味では山本義孝さんはめちゃくちゃシンプルでかっこいいスイングなんですね。まあ昔からね、スイングの綺麗さには、うん、綺麗なスイングには定評ありましたからね。ああ、うん、基本に忠実な、はい、うん、いろんなあれですね、こう個性あるパターンの方で。そうですね。前田晋作さんもこうスッと立ってこう綺麗な、まあオーソドックスですね。そうですね、そうです、そうです。前田晋作さんはツアーではちょうど重なってなかったのかな。あ、そうかな。僕ジュニアの時見に行きましたけどね。はんはんはん、セントラルで見たな、新作さん。小学生の時みたいな。はい。さあ。お、置いていかれたね。いやいや、2、3。当たったので。12ヤード置いていかれた。もうついでに測っとこう。はい。だいたい今、僕のとこから、旗どっちだ？何ヤードかな？120。中途半端やな。
アゲンストやろ。115ですね、距離は。距離は上り入れて120。上り入れずに。うん、上り入れて120。はい。そうですね。あれ、ピンどこにあるの？これは何番で？あ、右バンカーの上ですね。ああ。何番で打たれるの？9番。9番。はい。9番ですね。上り入れて120。まあ少しアゲンスト。そうですね。右からアゲンスト。ね。はい。うん、ライは問題ないですね。危ないですね。危ないです。危なかったですね。もう1センチでディモットで助かりましたよ。はあ、これちなみに、こう、ディボット、これがディボットに入ってたらどうやって？ちょっと二通り考えるんですけど、はいはい、まあ入り方によるんですけど、はい、上から潰して入れるか、はい、そして、ちょっとアッパー気味に打って、ね、こう、クリーンヒットで、クリーンヒットで行くか、はいはい、もう入り方にもいろいろよるんですけど、まあどっちか言うと、ちょっと上から潰して入れるタイプかな。なるほど、うん。で、こう、どの辺を打とうとか、そういうことも。そう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 。だから、入り方によって、こう、ちょっとこうね、こういう風に当たれば一番いい感じだと思うんですけど、アッパーで打つときはね、クリーンヒットでやろうとするときは、こういう入り方をイメージしてやりますけど、はい、あと、ちょっと抑えていくときは、やっぱり、ちょっと角度入れて、こういう入れ方。なるほど。はい。なるほど。わかりました。これはそんなに難しくないラインで、よかったですね。はい。じゃあ、これ、はい、どういうイメージで？まあ、そうですね。ピンが一番右端かな、多分。はい。まあ、右からのアゲンストということで、ピンをまっすぐ狙って、外れても左5ヤードぐらいでいいかなっていう。まあ、欲を言えば、ピンのね、2、3ヤード出て、ピンの左に2メーターぐらい、1メーターぐらいにつけばいいかなっていう感じはしますけどね。はい。じゃあ、まあ、ピンの右出して、風で戻ってくるかどうかみたいな。そうですね。はい。これが本当に、どういうんですか、安全運転で行こうとすると、うん、ピンに出して左へ乗せる。安全運転の場合はね。なるほど。だから、バーディー取りたいなと思うときは、ちょっとピンの右に出して帰ってくる。だから、その時の状況にもよるんですけどね。はい、うん、考え方が。はい。はい。どうしますか、これ。ピン狙い。どうしましょう久しぶりにね、はい、横ちゃんと丸んで。はい、バーディー取りに行きたいよな。はい。ちょっとピンの右からドローで行けたらいいんかな。はい、ドローいうのか風で帰ってきたらいいかないう感じしますけどね。はい。はい。終わりました。じゃあちょっととりあえず。はい。これミスしても笑わないでくださいよ。はい。大丈夫です。あれ？あ、見えた。なんかちょっと見づらいですね。ね、見づらいですね。うん、ああ、やっぱ風でちょっとあれですね。ピン飛んでったけど。ああ、ちょっと安全。右に出せなかったですね。ああ、うん。でもまっすぐピン飛んできましたね。ちょっとまっすぐ出ましたね。はい。ちょっとやっぱり右怖がってるのかね。なるほどですね。あれ、はい、今フォローになってるんじゃないの？あ、なんかフォローになってますね、なんか。あら。確かに。そしたら、ちょっとオーバーかも。なるほど。どうでしょうか。そうですね、なんかこの風の回り方は。そうですね、今なんか、うん、フォローっぽいですもんね。105上り入って。上り入って、ちょっと、うん、これね、今の風でちょっとクラブ選択がね。はい、あ、でも上りの105は結構52だとしんどいんですよね、うん。フォローてればいけるでしょうけど、もし打ってアゲンストなら、はい、全然手前に乗っただけみたいな。そう、あ、でもフォローがなんか吹いてます。参考になりました。ひどきさんのが。ねえ、打った後でフォロー吹いてきたから。そうですね。じゃあちょっと 5-2 で頑張って。頑張る。 5-2 だとでも、もうギリギリなんですよね、うん。相当頑張んないと届かないんで。ちょっとフックですね、これは。うん、ちょっとかぶせる。フックの方がちょっとかぶりますからね。はい、普通のアドレスより結構こう、
手出して。はい、力んで、ドヒッカケです。いや、これ下手くそー。なんかアイショット出そうだったんですかね。構えて。ねじりそうだったんですか。今のはやっぱりちょっと、やっぱり振りに行ってる分、ちょっと体の面が変わったかなっていう感じしますけどね。振りに行かなければこう、インパクトできるんでしょうけど、振りに行ってる分やっぱりちょっとこう、ですね、体が先に行ってしまったかないう感じはしますけどね。ですね。うん。そっか。だからやっぱりやっちゃダメですね、こういう52で。いや、やってもいいと思うんですけど、はい、やっぱりその、そうなることをやっぱり前提に、うん、考えておいた方がいいかなっていう感じはしますけどね。いっぱいいっぱいなんですね。そうね、うん。そうそう。いっぱいいっぱいの時は、はい、ああいうミス、つながりやすいですよね。そうですね、うん。ありがとうございます。うん、やっぱり、あれですね。はい。やっぱりタフ取ると砂埋め、はい、ちゃんとね、素晴らしいゴルフ場。いやいや、僕は本当はやらなきゃいけない。いや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 、いや下手くそだったな。いやいや、やっぱりちょっとね、はい、風に悩まされましたね今ね。ああ、うん。いろきさんもああいう時はあんま頑張らず、どっちか言うと。まあ、軽めの方を取るタイプなんですけど、あと、ピンの位置によりますね。あ、まあ、奥であれば、その、小さめでしっかり打つ。はい、手前であれば、大きめでゆっくり打つとかね。うん、やっぱキャリーを。そうです。手前であれば、大きめでゆっくり打つ。そうです、そうです。はい。そして、奥にあるときは、小さめでしっかり打つ。しっかり打つ。はい。ああ、なるほど。なるほど。大怪我しないじゃないですか。はい、ね。わあ、やっぱりキャリーでピン越えてた。そうですね。ね、風の計算ミスやね。ちょうど。横ちゃんの方が、やっぱり距離はちょうど。そうですね。頑張った分。ああ、でもあんだけ引っかかって距離がぴったりだから、やっぱり無理やったっす。これは、グリーンがだいぶ、おまんじゅうの上に今日はピンが来てる。本当ですね。ああ、ありがとうございます。どうしよう、マーク。マーク何でもいい？あ、マーク何でも、はい。僕もすいません。自分の100円しかない。あ、さすが、長尺やね。そうなんです。うん。僕も前世紀、はい。長尺、横ちゃん早かったもんね。はい。うん。若いのに。パッティングリーンで長尺で、はい、このぐらいの30センチぐらいのパターを、はい、こう、ね、よう入れる、その30センチぐらいから練習してたよね。そうなんですよ。ね、はい、僕、よう見てたの。はい、あ。いや、OK パッドってなんか一番こう、なんか雑に打てるっていうか、うんうん、なんかその、なんか、結局 OK の、をやるのがなんか一番いいストロークなんじゃないかって、うん、あ自分の中で、はあはあ、だから30センチを一生懸命いつもこうポンポンとやってるから、はあ、それよう見てた、はあ、うん、こうなんか打つヒットする感覚をすごい身につけた、はあ、杉原さんもよく練習ぐらいの端っこでいくつもボールやってこうやって、そうそう、杉原さんはカップ打たないですもんね。そうなんですよね。もうあの自分で狙ったとこパンパチン、はい、パチンと打って芯に当てる練習だけしてた。ですよ、ね、うん、僕もなんかそれ見ててそれ真似したのか、うん、なんかすごいよくわかるんですよ、まあ、なんかそんな感じで今も懐かしい、はい、そんな感じでやっております。さて、うん、あ、ちょっと、あれ、スライス系かと思ったら。反対でしたね。反対でしたね。ここはやっぱり微妙に難しいんですよね。ああ。これも、
スライスなのか。はい、まあ。さんはちなみにどうやってボール合わせるんですか。僕は線を線、うん、合わすように。結構不思議、なんかしっかりな線ですね、これは。これはこういうデザインなんですか。そうなんです、そうなんです。最初からブリソンが入れてくれてるんで。で、これは井戸木さんが指定した。いえいえ、ブリソンがこういうのあるんですけど、入れますかっていうふうに。なんかいくつかサンプルもらえるんですか。そうそうそう。で、自分でこう、自分で線入れなくても済むじゃないですか、最初から入ってたら。なんか、飛球線の方に行くに従って、こう、なんか細くなってるんですね。線ね、ね、はい、それはどういう意味なのかちょっとわからないんです。全米プロシニア勝たれた時もこのパターンですか。パターンですけど、自分で弾いてました。あ、自分で。自分で。そうそうそう。こんな感じを。そうです、そうです、そうです。で、必ず、こんな感じっていうより、もう、自分は線一本だけですよ。あ、一本だけ。うん。一本だけ。これはもう、この他の部分は何もなかったです。あ、ない。で、うん、ひたすらまっすぐ。に合わすようにはするんですけど、なかなか合いにくい時もあるんですけど。はい、これ何やってるんですか。この線を方向合ってるかどうかの確認ですね。ああ、なるほど。シャフトでね。はい。うん。これ大体まっすぐ合ってると思うんですけど。はい、うん。こうなんかずれる時あるじゃないですか。ずれる時ありますよ。時どうするんですか。もう一回。だから僕は一回二回だけ。一回置いて、はい、もう一度だけ直すの、はい。それで合わなかったらもうしょうがない。あ、それ以上やると今度スロープレーとかね、そうですね、繋がってくると思うんで。で、まあちょっとやっぱり左向いてるなと思ったら、今度このパター線入ってるでしょ。はい。ヨコちゃん入ってないけど、はいはい、僕このパターの線を、だからこの線の、これが右向いてるなと思えば、ちょっとだけ左向けて構えるとかね。なるほど。そう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 。なるほど。うん、もう向ける方はフェースはもう直角ですか。そうですね。なるほど。うん、そういうふうに。はい。距離感というのはどう出すんですか。距離感は本当にこう素振りするのと、あそこあそこあそこという自分でこうイメージだけですね。だからキャッチボールでも、はい、ここに投げるのにプッとこう投げるでしょ。はい、で10メーターぐらい向こうにいる人には。ちょっとこう行くでしょ、はい、もう見てこうやる感じじゃないですか、はい、うん、その感覚ですよね、はい、うん、だからこれ見て上りで、うん、上りでまあこの あそこにあそこにっていうイメージだけで、なるほど、そうそう、だから見ながらこう打つ人もね、はい、中にはたまにいましたけど、はい、まあああいうイメージはわからんでもないですね、はい、うん、だから僕は怖いからあそこあそこってこう見ながら構えて、そのイメージでやるという、うん、なるほど。タッチが合う合わないはその時の都合ですけどね、はい、うん、全米プロシニアも最終日6バーディーノーボギーということで、うん、パッティング良く入ったんですか。ああ、やっぱりまあ1週間いうのか4日間、はい、パッティング良かったですよね、うん、で井戸木さんってなるともうなんか最終日の大逆転が結構多くて全米シニアの時も5位から、そうですね、そう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 、その時誰がトップだったんですか。あの時トップちょっと覚えてないですね。ケニーペリー。ケニーペリー。うん、ケニーペリー。ケニーペリーとジェイハースが上位で争ってましたね。あ、はい、うん、それをじゃあ桁ぐって。そうなんですね。で、その最終日、よくビッグスコアを出して何回か勝たれてると思うんですけど、うん、その時の状況ってどんな感じなんですか。まあそういう時ってやっぱり1番2番3番ぐらいで、はい、いいパターン一発入りますよね。あ、うん、だからそのやっぱり流れがやっぱり乗ってくる感じですよね、うん、こう打てば入る、こう打てば入るとか、もうイメージが出るんですよね、はい、その代わりこう一発外し出すと逆に一発も入らなくなる、はい、もう極端なんですよね僕の場合は。ああ、うん、もう気分やっちゅうあれだ。A 型何型？僕 A 型ですよ。A 型です。A 型です。B 型に多そう。じゃあちょっと。よし、はい、じゃあ打ってみましょうか、はい。これはちょっとラインが難しいんで、はい、ちょっとお試しムードでまっすぐやってみます。はい。
来た。いやー、弱いですね。惜しい。うん、弱かった。やっぱり登ってますから。ね。はい。これ以上、ちょっと無理にもなかなか打てないしね。そうですね。お先です。はい。うん、ありがとうございます。はい。いや、簡単ですね。はい。これ難しいですよ。いや、そうですね。まあ、試合になるともっと難しい。はい、はい。ということで、うん、ちょっと、このトヨゴルフクラブ、1番ホール。はい。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、ちょっと、ティーショット、セカンドと、ドライバー、アイアンの攻め方だったんですけど、次、ちょっと、今度、ロングです。ロングホールですね。はい。11番ですね。はい、11番。ええ。ちょっとそこはもう、井戸さんの真骨頂であります。うん、このホールはね、600超えのロングホールなので、はい、ドライバー、スプーン、はい、セブとかユーティリティぐらいいるかもわかんないですね。そうですね。はい、それを次回の、次の動画で、ええ。はい。なかなか手強いロングホールですよ。今、もうフェアウェイなので、ぜひそちらの動画を見ていただきたいと思うんですけども、はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。今回どうもありがとうございました。ありがとうございました。